Design Your Life。 渡辺タスクと秀島史香がお届けしている J-WAVE ラジオドーナッツ。この時間はボルボ Design Your Life。 家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウェディッシュシンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます。今日のお客様は加藤ミリアさんです。はい、まあ、ちょっとお仕事、はい、音楽を離れたとこでの楽しみ趣味などのお話なんですけれど、はい、日々何でしょうね。今私はもうワークアウトと美味しい食事をいただく。ワークアウトと美味しい食事まずそのワークアウト気になって仕方ないんですけど、どんぐらいアウトしてるんですか？ワークアウトも月火水木金まで平日5日間は、うん、で土日だけ、まあ、ライブがあったりするんでオフにして、うん、やっぱ運動も毎日はあまりこう休めた方が筋肉も育つということで、うん、でも一番最初は本当に自分のライブパフォーマンスをこう上げるためなんですけど、に始めて、でもそれからなんていうか歯磨きみたいな感じです。歯磨きみたいな感じ。究極磨かなくてもいいけど磨きたいですよね皆さんみたいなノリ。ワークアウトしないと気持ち悪いミリアがいるっていう。そうですね。ベンチプレスとかガシガシやるんですか？一応やります。もうとても軽いやつですけども、でも 3,4 年やってるんで、で朝9時に行く、まあ8時か9時、大体9時出勤って感じですね。決めてやってますね。よっぽどなことがない限りは。えらい決めて。えらいね、本当に素晴らしいですね。でもそのなんだろうな、やっぱりその最初はねもちろん、はい、ダンス仕事のためっていうのがあったと思いますけど、はいはい、今なんかここをこうもっとしたいみたいな、だんだんそういう出てくるでしょ。あります、あります。とにかく私の目標は年齢とともにこう衰えるのではなく、年齢とともに進化するっていうのが自分のもうなんかマドンナみたいな、ね、目標で。本当にそうです。だからマドンナは私の母と同い年なんですよ、うんうん、だからすごくなんていうかこうできるっていう、頑張ればなれるっていうアイコンなんですけど、女子は背中ですね。背中、はい、女子は背中特に、まあ、男女もちろんそうなんですけど、うん、後ろ姿って自分で見れないんですよね、うん、でも一番自分の年齢とか筋肉の衰えとか体のたるみがもうバレやすい。あ、背中、なんか背中取ってくれるなんかマシンみたいなないのかな。背中の写真撮りますみたいな。あ、いいねみたいな。中でちょっと上半身だけ脱いでさ、正面写真ブースに後ろ向き入ればいいじゃないですか。正面写真ブースに後ろ向きに入ればいい、うん、いいこと言いましたけど、入れなくないか、あれ背中こっち、こう、あ、そこ結構狭い、こうな、まあいいやそれ。最近こうハマっちゃった食べ物とかあります？最近もずっとハマってるのはかき氷です。あら、かき氷、はい、最近流行ってますよね。本当に流行ってますね。本当に去年の夏頃にもうなんか大フィーバーした感じが。なんかでかいじゃない？でかいです。おじさんたちが持ってるかき氷はシャキシャキしてて、ね、ま、お祭りの感じピンク色のものがかかったりするんです、はいはい、あれじゃないもんね。そうですね、もう本当にもう創作で、まあ、よくあるのはティラミスみたいな表現してるものとか、はいはい、だからもうクリームがもうドロッもうこんもり、ね、山になってますよね。あれをペロっていけちゃうんですか、ミリアさん？ペロっていけちゃうんですよ。はあ、もうなんていうか、しかももう鬼早食いみたいな感じでなんか溶けちゃうなと思って。で最近はだからストローが用意されてるんですよ、はい、やっぱり溶けたりするときにこう最後はジュース的な感じでっていうので、それになりたくなくてそのシャクシャク感が好きなんで、もう必死で。かき氷の溶けるスピードより私は早いってことでしょ。私は早く行きたいってそう、なんかフューチャーイーターって感じですね。フューチャーイーター、未来からやってきたっていう。もうこの気温に負けないわよみたいな。でもなんかそう、一つのことこだわったらこ、はい、とことんっていうのもこうミリアさんらしい一面がまたよく出てますね。そうですね、本当ハマったら、うん、ハンバーガーにハマったらハンバーガーばっかりどこが一番美味しいか知りたいとかあとはお蕎麦だったりとか、まあそういう系です。なんか研究者になればいいかもしれませんね、将来ね。その熱意はね、まあ、仕事にも現れてますしね。頑張ります。ボルボデザインユアライフ、今日は加藤ミリアさんをお迎えしました。ありがとうございました。ボルボデザインユアライフ。 This program was brought to you by ボルボカージャパン。